はい、お疲れ様です。長倉です。今日もですね、差別化の測り方ということで、前回に続きまして差別化の測り方について話していきたいなと思います。前回は、まあ、1位を取りましょうみたいな話をしたんだけど、まあ、今日はですね、アナログに走ろうという話をしたいなと思います。これはどういうことかというと、まあ、簡単に言うと逆張りなんだけども、どうやって差別化を測るかっていうと、まあ、多くの人がですね、多くの人が行く方に行っちゃうんです。まあ、これは人間の心理上しょうがないんですね。みんなが行く方に行きたいっていうのは、まあ、人間というか生物としてのインプットされてるプログラミングなんで。だからいつも言ってるけど、逆張りした方が勝てるよねっていうのはそういうことなんですね。そんな中で、アナログって話をするのは何かっていうと、まあ、俺なんかもよくね、レコードを集めてて、まあ、この辺がレコードいっぱいあるんだけどさ、レコードを集めたりとかしてて、今ってレコードが売れてるわけだよ。CD よりもレコードが売れてる。もちろんサブスクでね、聞く人の方が多いけど、レコードが売れてるっていう状況だったりとかするわけですよ。これ何が言いたいかっていうと、まあ、これからね、どんどん物事が進化していく中で、アナログが強い人間が勝っていくってことです。例えばこう本もあるけど、電子書籍の方が今後読まれると思うんですよ。でも、電子書籍の価値は、情報としての価値はあるけど、その物としての価値はないです。物としての価値は間違いなく、この紙の本になっていくわけですね。うん、ということは何が言いたいかというとですね、これから AI っていうのがどんどん進んでいく。まあ、すでに進んでるわけですけども、その AI が進んでいく中で、何が言いたいかというとね、AI が進んでいく中で、何が価値が上がるかというと、人間臭さなんですよ。人間臭さなわけです。例えばじゃあ美容整形がさ、一般化していく中で、そんなにね、小切れにするよりも、汚くてもかっこいいっていう路線を狙った方が、俺はいいと思うし。おっさんだったらね、とかね、もあるし、あとは、なんだろう、まあ、AI 時代においてね、一瞬無駄であろう、なんかよくわかんない集まり、リアルな集まりとかを重視していく。だからまあ実際俺なんかは、まあ一緒に旅行行くとかさ、そういう体験価値を追求してるわけですよ。で、その結果、あ、この人と関わりたいなと思われることしかないわけね。例えばじゃあ AI と関わりたいななんていう人あんまいないわけです、はっきり言うと。うん。だからそういった意味で、まあ俺がいつも伝えてるのは何かというと、まあこれからは特に人間臭い人間になった方がいいんじゃないのという話ですね。を徹底的にやる。これが結局差別化を図っていくんじゃないかな、なんていうふうに思います。ということで、差別化の図り方、パート2という形で話させてもらいました。またね、こういった話もどっかできたらなと思います。